皆さん、どうもどうも、ワラシドラゴン TK です。ではね、今日もエンちゃんとアームやっていきましょう。では行きましょう。よし、この隙でやっていくんですけど、まだね、ラガウなんですよ。で、この先でまだこのまま先に行くと何かが起こるとは思う。あつま、大丈夫か。横浜が凍ってる。凍ってる。集まってる。集まってるって。いや、今のシャレじゃないで。シャレじゃないで。なんか普通に集まってるって言ってもらう。行くぞ。うん。行くか。え、あれ、なんか誰かある。え、誰かある。後ろ誰かあったね。いや、誰もらって、え、幽霊、怖い、怖いよ、怖いよ。人やんな、でもな、さっきのあのさ、肌色の人さ、肌色の人で、まあ肌色やわな、肌、肌はな、うん。なんかちょっと言い方、ちょっと気付けていかんと、肌色の人さ、ちょっと、俺大丈夫かいな。まあ、ここでちょいと、回復はさせていくけどね。テイ。よっしゃ。この先やね。ついに終わらせてやる。よっしゃ。ふざけんな。なんかいるか。おお、結構強い。いや、強いんだよ。結構弱い。いや、言いたかったけど、なんか強いって言葉が礼儀出てきてもらったよ。さよなら。よっしゃ、さよなら。よっしゃ、おー、獲得 SP308 やと。いいね、こういうとこ俺好きだわ。よし、こっちでゴーレムも合成していこう。サイベルタイガーか。ステータスちょっと見させてもらいましょう。いいね、 HP ドレインバイトで、サーベルファングとフレアバイト。なるほどね、オッケーオッケー。まあ合成しましょう。これいいね、3000もあるんや。 TB てかここら辺やね、 SP 貯めるとしたらね。え、こっちから行けんの？無理やんな。ここが横浜シティに入るための城門だったようですな。だったよ。けど凍りついていて、とてもじゃないけど開きそうにないわね。別の道を探しましょう。ねえアスラ、心当たりはないの？ん、アスラ、ちょっと聞いてるの？あ、アツマな。港、何？港からも入れる。港の方からもシティに入れるってことね。わかったわ。一旦海岸に降りて港の方へ行きましょう。うん、まあ行きましょう。よっしゃ、先に進んでいくぜ。おい、敵が出てくる。敵出てきて、どんな敵かな。お、新しい敵。お、何あいつ。倒してやるぜ。後ろの敵何あれ。遅いや。おお、すごい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 。おお、すげえ。380ってやばいやつ。ちょっと待って。え、何？うわ、嫌なタイプ。嫌なタイプって、うおい。すごいなんか。よっしゃ、倒した、よかった。お、一発やね。はい、行きます。とっとと先行こうぜ。よし、じゃあ先々進んでいこう。で、ちょっと進んでいきたいのに、進んでいきたいのに、なぜなぜなぜこうなる。お、危ねえ、強制スタートし仕掛けたし。危ねえ、ほんま強制スタートしたらね、今のこっちできないんだね。よっしゃ、まあもうオートでいけるでしょう。
し、もっともっと大手やってきたで。乗ってきたわよ。ダメージが強いなんてやられていて、そういうの能力向上しました。さあ、おレベル上がった。ダリアシールズとルヨミモーザレベルが上がったよ。よい、はあ、はあって何？何よこの巨大な氷山は。これじゃ進めないじゃない。どうにかしてこれを破壊せねばなりませんが。どうにかして、え、どうすんの。ちょっと、え、なに。この船は横浜シティ軍が使用していた小型の軍船のようですな。船首についてるのって砲台かしら。砲台、ひょっとしたらエーテルを込めればまだ動くかもしれないわね。ああ、そういうボタン。ねえ、ちょっとこれまだ動きそう。あなたエンチャンターなんだからわかるでしょ。聞いてるの？あ、多分動くと。よし、じゃあエーテルを集めましょう。うん、エーテル集める。え、どこにある？こっち側か。あ、やっぱりここや。やっぱりここや。そんな気してん。そうかな思ってん、ほんま。うん、よかったよかった。よし。やってやるぜ。ここでね、暴れろ。よっしゃい、すごいね。いいわ、好きだわ。このゲーム好きだわ。なんか気持ちいい。雑魚をオートでけじらせるっていうのがいいよね。まあちょっとうざいんやけど、出てこんでいい時にかけてめっちゃ出てくるからね、はっきり言って。まあそれもね、今では愛らしくなってきてるけども、そういう問題かって言われそうな気がするけど。じゃあさ、この上、お、何これ、注入。どうだ、これで船が起動状態になったみたいね。お、よかったよかった。あとは船首の砲台を撃つだけですな。ええ、ほら、あなたの出番よ。ああ、わかった。とにかく派手にぶっ放しなさい。まあ、初もめっちゃなんかショック受けてるやん。大丈夫？調べる。ん？どうすんのこれ？え、お、ああ、でもお三人のね。おー、すげえ。マジですげえ。うわー、うわーやな。結構すごいものね、横浜の技術って。少し見直したわ。そりゃ、どうも。カリンさん。え、ああ、なんでもないわ。邪魔なものもなくなったことだし。さ、先に進みましょう。うん、進みましょう。何か考え込んどったな、カリン。てかそれ以上に頭がさっきから元気ないのよな、マジで。多分この三条目にしてさ、目の当たりにしてさ、めっちゃ落ち込んでるやろな。そんな気がすんねんよ。でもさ、落ち込みすぎちゃう、はっきり言って。こう、向こうの手のことをはっきり言って分かってたわけやんか。あのアイスゴーレムが復活した時点でさ。ドイツからやるか。まあこいつはな、バカやからさ、みんな分かんねやろ、みんな分からんねやろって。水よ、それ受けてな。揺らせとは、ちょっとそうなんやろうな。おい、すげえ、なんかだいぶ楽になったわ、戦闘がほんまに。まあ早くね、早く80。うわー、めんどくさこいつ。めんどくさこいつ。おお、一発やった。一発やし、こんな感じよね。我が軍の大勝。で、あとはどこ行ったらいいんや。適当に進んでるけどさ、あ、なんかおった。敵のコア持ってそう、持ってそうなやつが目に入ったで、こっちにな。おったやろ。まあこいつやっていこう。戦うマーメイド、貝殻の中にマーメイド。
いや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 、こいつめんどくさいねやな、はっきり言ってさ。おじゃる、素晴らしい。よし、一匹を倒した。オッケー。ちょっと待って、うわこれ嫌やわ、やっぱこいつ嫌いやわ。ちょっとちょっとマジ待って、どわい212やと。よっしゃい、助かったー。よっしゃ、これで相手は終わったんちゃうか。ちょっとそういうのいらんて、いやーもう倒れるって俺。ああ終わった、俺じゃなくてアツマ終わった、アツマ終わった。うわちょっと待って、うわマジ嫌いやわ。ちょ待てよ、癒しの力、そういうのいらんからさ、はよー向こう攻撃してくれへんかな。なあ頼むて、そういうのばっかりせんとは、まあ、ちゃんと攻撃してくれへんかな。マジでそれ思うよな。でないとさ、相手もああいう風に回復するしさ、全然意味なくなるやんか。でもそこいらんから、そこいらんから、マジでさ、ほんまさ頼むわ。これ倒されへんやんかなあ。なあちょっとちょっとそういうのいらんてほんまに。ちょっと待ってマジで、え 何やってお前らほんま、ちょっとやる気あんの。マジでそれ思うやんか。いやちょっとあかん、うーし、おっ OK、 終わった、ようやく終わった。あー怖かったよー。マーメイドコア手に入れた、よっしゃー、やったね。つきそうなやつ来たわ、つきそうな子が来たわ、ほんまにてー。かかってきなさい、甘いや。ほらやった。よっしゃ、ウェイ。よっしゃ。よっしゃ、おーきゃー、一旦で終わった。素晴らしいよ。ナイス。で、あとどこ行ったらいいな、このまままっすぐやんな、行くとこないもん。マコトとか生きてないんかな、今ふと思った。生きてないわな、焼酎を上から落とされとったもんな。取れたら取れたら奇跡やん。ちょっともうそういうのやめて、ちょっと嫌いやわマーメイド。オッケー、いけたー、よかった、いい調子でいけたかな。先へ行く、よし、え、なに、え、なに、今度はなに、え、な、何よこいつは。うん、なにこいつ、戦闘よ、シャキッとしなさい。ああ、分かってる。邪魔する奴はぶっ潰す。なんかクールになってね、アツマ。バーニングアツマやのにクールアツマになってない。え、何こいつ。え、ちょっと怖いんやけど。カリーまあまあまあこれやっていこう。どこにある、お、こいつや、スラッシュでいけるか。オッケー、助かった、よし。サモンフェニックスはこれ結構効果抜群ちゃうか。燃え尽きろ、345
これは効果いまいちっぽい気がするけど、あ、やっぱり行くぞ。よっしゃ、ちょい、ウェイ。よし、じゃああとはキュアダンスやっとくか。ハイパワーゲイン、味方のパラメータを 50% アップさせるのはやめとって、対処をして、でこいつはバリアアクセルしとこう。さあ命から、どうだ、燃え尽きろ、いけ、ターニング、元気になって、元気出たぞ、元気出たか。よっしゃ、うそ、一発、マジか、いや、あかん、ちょっとリターンパウダー開けとかんと。メガリンクゲイン、あー、そういうものね、ちょっと焦るわ。スラッシュ、まあやっていこう。奇跡よ、ここに。迷惑かけちまった、焦ったわ、ほんまに。行くぞ、うわ、もう201、どんだけ食らうねん、お前は。ちょっとアツマ頼む。ちょっと待てよ、これはちょっと待て、キュアパウダーで、いや、違う、間違えた、アクアミストやろ、でハイパーゲインはいいか、これやろ、でこいつは何をやっていこう、バリアアクセル、こいつ全員やっとこう、流れなさい、オッケー、守護しよ、乗ってきたわよ、おっしゃい、あぶね。キュアダンスでリターンパウダーをやって、ちょっとここに移動させて待機、癒しの力、よし、蘇る、迷惑かけちまった、蘇ってくれ、ちょい、前に、あ、考えな、もう、ちょいとやな、ほんとな、アイショットで、キュアダンス、こいつはあれやっても意味ないからさ、違うやつやるわ、スラッシュ、元気になって、 OK、 いいぞ、助かった。え、なに、え、なにそれ、なにそれ、ちょっと待って、キュアダンス、ハイショット、で、リターンパウダーを、癒しの力、さあ、オッケー、今一度ここに、迷惑かけちまったな、あー、またそこ、やめてくれ、マジで、アズマさっきからずっと死んでんねんけど、もうさ、もうええわ、もうええわ、もうほんま、だんだんええなってきた。今日はいしょってろ、で、ファイヤースシェイク、オッケー、癒しの力、おっしゃ、いいね、いい感じ、オッケー、おー、あともうちょい、サンキュー、じゃあこれは勝ち、
勝ちパターン見えたぞ。ハイショットからのパス、ハイアースシェイク。さあこれで勝ったんじゃないか。おや、あこれで勝った。おっしゃ勝ったぜ、ウェイ。やったね。なんとか倒せたわね。ああ。何どうした、勇気。な何？何？なんかこいつ嫌い。うざい、なんか勇気うざい。ウケ。森で会ったちびっこじゃない。そやな。もう何やってくれちゃってんのよ。何が？あいつは私がずーっと目をつけてたゴーレムなんだぞ。知るか。そんなこと言われてもね。お前。襲われたんだから倒すのはしょうがないじゃない。うるさい、お前には言ってない。なんかこいつ嫌いやわ。アツマ、横取りはひどいじゃんか。ゴーレムハンターは正々堂々戦うのが決まりなんだからね。こいつ嫌いやわ。うるせえ、うるせえって言ってんだよ。横浜がこんなことになってるってのに悠長にゴーレムハントだ。ふざけんじゃねえぞ。ほんまやな。敵の遊びだな、うん、ここじゃなくてよそでやりやがれ。ガキの遊び。言われたんで。バカ。あ、勇気壊れた。お前なんかマンモスゴーレムに踏まれて死んじまえ。マンモスバカ野郎。なんかさ、これマンモスって出てきた時点でウレピーがなんか俺の中で出てくるのはなんか気のせい。ねえ、てかなんか無理。今の言い方はやつかな。ちょっとさすがにひどかったんじゃないの。行くぞ。ひどくて結構ハイリターンダンス。え、何それ。うん、じゃあまあ今回はこれぐらいにしときますかね。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。